開拓田舎暮らしサンタのところ伊藤サンタです。20年ほっとかされた20年ほったらかしのね、原野に移り住み、開拓暮らしをしております伊藤サンタです。今年はね、後ろに見えるこの小さな築50年のね物置小屋にね移住しようかなというふうに考えております。サンタのところ、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 サンタのところ。現在はですね、この母屋に家族5人で、住んでおりますが、1階に、キッチンがあって、2階に5人が寝てるという感じなんですけど、でそこで僕ねこうパソコンを置いて、デスクワークやらね動画の編集やらっていうのを今してるんですけど、まあ、とにかく狭い、贅沢って言われるかもしれないんですけど、なかなかこう思うように仕事がはかどらなくて、夏場はねこっちの小屋で、暮らしてるんですけど、冬はね断熱が入ってないんで、今年断熱工事できたらなと思ってはいるんですけど、まあ暗いね、ガラッと広い空間なので、これを温めるっていうのは効率が悪いなと、思ってます。それで、下の小屋、下の小屋ですね、一昨年、20代の若者が、住み着きまして、上の、休憩小屋みたいなところを断熱工事して、去年の8月までね、住んでたんですよ。小太郎くんっていう、なんでね、うちでは通称あの小屋をコタハウスって呼んでいるんですけど、コタハウス、まあ、小太郎くんはね、冬の間ネパールに行ってたので、実際はね、こう、小屋で越冬してないんです。でね、まあ、今年じゃなくてね、来年に向けて、来年の今頃は、あそこで僕がね、冬を越すっていうことをイメージして、今から、ちょっと、この断熱効果が実際にどうなのかとかね、ちょっと調べていきたいと思っています。サンタのところ。我が家の築50年を超す物置小屋、コタハウスの前に来ております。じゃあちょっとコタハウスの周りから、中身からちょっと覗いていきたいと思います。さあシャッター、今年は猛烈に雪が少ないので、例年ならねこの屋根の雪がシャッターを押して歪んでるような状況なんですけど、今年は、大丈夫です。でこの小屋の今一番の懸案はこの角の基礎がこう壊れてきて、いるというところで、今年はこの基礎ね、なんか毎年やんなきゃやんなきゃって言って、でここその部分が、倒壊が止まらないっていう感じですね。こっち側も歪んで、南面ね、ちょっと広場があるんでね、で裏は、こうなんていうのかな、下に池が、ため池があります。基礎にひびが入ってるんで、ここら辺のね直したりしていかないとね、木生えてんのもこれね、どれかしないと。ここにも小屋あったんですけどね、もう15年くらい前に雪で潰れましたね。ここも片付けたいな。さあさあさあ、
中は、よいしょ、中もね、物が詰まっちゃってね、太鼓こっちに持ってきてます。趣味の太鼓やらね、子供の自転車、スクーター、乗用も、前、去年はね、ここに大きなトラクター入ってたんですよ。大きくもないか、24馬力19馬力だったかな。だけども、機械音痴できちんと手入れできなくてね、まあ、もともといい状態でなかったっていうのもあるんですけど、僕が入手した時には、うん、だけどまあちょっと毎年ね、何十万ってお金がかかっちゃって維持するのにね、手放しました。なんでちょっとね、床が見えるようになったかなと。まあ、あとは、捨てて捨てて捨てておりますが、まだまだこれからですね。で、僕が移住したいと思っている、この小太郎くんが断熱工事をした、よいしょ、小田部屋、よいしょ、ここ閉め、よいしょ。現在、お、さっき来た時より気温が上がってる。まあそれでもマイナス4度。どっかにかけるか。かけるとこないか。あった。よいしょ。現在マイナス4度。さあ、このね、ストーブを焚いて、果たして1時間でどのくらい、広さはね、2軒、2.5 軒、ん ?2 軒、1.5 軒、3メーター60の、4軒あんのか、2軒4軒。ってところかな。スピーカーこっち持ってきました。ここでね、なんか必要最低限のもので、何、ミニマムな暮らし、ミニマミストみたいな真似事できたらいいかななんて思ったりしてます。この水回りは取っ払っちゃっていいな、ひとまず。水が凍ってカチンコチンです。そして、ここに今窓枠持ってきて、なんちゃって二重窓にしようかなと思ってますよ。はい、それでは火をつけてみたいと思います。これで部屋の温度が上がるといいんですけど、ポータブルストーブをつけて1時間が経ちました。温度はどんなもんでしょうね。1時間経ってプラスの9度、マイナス4だからプラスの9度。まあ体感的にはね、日差しもあるし寒くないんですけど、やっぱり過ごすなら15度は欲しいな。このポータブルストーブじゃ弱いかなぁ。薪ストーブを買ってくるっていうのも手だけど、今あるものでね、9度だとまだ水も凍ったまま、まあまだね、ちょっと左右のバランスが一人じゃ取れないんで、ちょっと息子の力を借りようと思ってね、窓の二重化できてないので、これまたあと1時間して見に来てもよ、きよ、みよ、見に来てみようかな。2時間経って12度、ちょっと貧弱だな。やっぱり、窓を二重にする作業をしたいと思います。これ、この穴を
こう。私バカよね。おバカさんよね。はいはい。そしてこうか、うん、よっよし、いいね。ちょっと歪んでるね、やっぱり、うん、どう歪んでるんだ。これがもっとこっちか、ごめんよ。よいしょ。長男に手伝って手があるうちにこのキッチン撤去しちゃおうと思います。どうやってくっついてるのかな。さあストーブをつけて4時間以上経ちました。ちょっと息が白いかな。果たして温度はどうなってるでしょうか。二重窓の効果あるのかな。なんかちょっと結露してるね。で15度まで上がりました。まあなんとか目標の数字15度も、あったらまあなんとかって。で温度計怪しいなと思って違う温度計持ってきたけどやっぱり15度ですね。うん、お16度になった。1、2、まあ16度だ。16度まで上がりました。そんなもんかって感じですね。なんか正直もうちょっとこれ1個でこのぐらいのスペース温まんないかなと思ってたんですけど、まあもうちょっと改善するとしたらこの毛布のドア、それからあとなんだろうね、窓にねフィルム貼るとかね。ここピッと閉めてね。ピッと閉まんねえんだ。てな感じです。これストーブを今から切って1時間後に来たら何度になってるかってことをこう最後に、やってこの動画を終わりにしようと思います。よし、じゃあストーブ切ってみよう。さあ、あっという間に寒くなりそうだな。やっぱりここは薪ストーブか。さあストーブ消して1時間15度まで上がったのが、5度まで下がりました。思ったほどの断熱効果は発揮してないんだなってことが分かりました。開拓田舎暮らし伊藤サンタです。サンタのところでは、目と手と声をかけて、丁寧に育てたブルーベリー、ブラックベリー、ハスカップなどの消化樹を無農薬無肥料で育てています。その果実を使って道産の天才糖だけを加えジャムを作っています。
ホームページで販売してますので、よかったら注文してご賞味いただけたらと思っています。